Google Pixel Y 毎回みんなに人消してよって言われる殺し屋か俺は。さあ早速来たぜアップデート。緊急クエストからの愛する故郷に日はまた昇る乱流天妻月地一体の討伐、早速やっていこうか。ちなみにね、天妻月地は多分竜属性が弱点なんだけど、俺が持ってる片手剣の竜属性、回避錬成が全然終わってなかったから、致し方なく無属性というか、この爆破属性できたわ。いや、竜属性だったよなーと思って、チラッと見たらさ、回避錬成拡張、スロット拡張がさ、第2段階までしか行ってなくて、おまけに素材も足んなかったから、最後まで行くのは。もう物理特化でええかーと思ってね、それにしたわ。多分、雷とか炎は、そこまで有効じゃなかったような気がするんだよね。いやーかっこいいね。つかビア保証お前久しぶりだな。ちなみにこいつ確定で水属性の攻撃使ってくるんだけど、ムービー見た感じ雷も使ってきてたんだよね。でそう待って、雷耐性を何歩か見てないが、水耐性はマイナス20だったので、お団子でさすがに水耐性上げてきました。マイナス20はさすがにワンパンくらい。これつかムービーで見た時さ、なんか色黒くねと思ってね、もしや天妻月地の特殊個体なんじゃねえかなと思ってたわ。もうかけろお前、やっぱ来たんかよ。やめとけやめとけお前、忍者ソードじゃもう太刀打ちできんて。消え万丈、もう消え万丈言えばどうにかなると思ってんのか。無理があるだろ。フグ大天の竜を撃つ。一度失った。てか天妻月地何年ぶりだろうね。10年近く戦ってない気はする。10年も経ってないか、ポータブルサードから。で、ダブルクロスでも、一応、こいつ出てきたけど、ダブルクロスでこいつ倒したかどうか、記憶曖昧なんだよな。やってないような気もするけど、そこんぐらいまでやったような気もする。記憶。ヨモギお前、もしや事実を全て聞いたのか。早く戻って。私が止めなきゃ、行くんでしょ。分かってください。ちょっと熱いシーンになるのなんなんって感じだな。あの竜だけは撃たねばならんのです。これはあなたにとっても。カゲロウさん、まあでも安心して、俺とうつしが一緒に行くから。そう、うつし教官と一緒に出払ってくださいって感じだったから、まああのあれだよね、ガイアデルムの時のフィオレーネみたいなポジションの感じでうつしが一緒にいるんだよね多分。まあうつし教官がぶっちゃけ多分一番強いから、あいつが何とかしてくれるよ。双剣で来るのか片手剣で来るのか、狩猟笛で来てくれるのか。狩猟笛で来てくれるのが一番嬉しいかな。お仕事のやり方いっぱい教えてくれて。ちょっと待ってちょっと待って、なんでカゲロウにそんな死亡フラグ立てるの、この子。え、なにこの子、カゲロウに死んでほしいのか。めっちゃ死亡フラグ立てるやん。それともこの泣き落としにくじけてカゲロウがこれからもおそばにいますよって行くのをやめるのか、よもぎ殿、この死亡フラグを受けてそのまま行っちゃうのか。あ、太刀持ってる。あ、怒ってる怒ってる。ほら早く行かないと。そう、その竜属性武器ないから、気持ちだけでもと思ってね、重ね着で竜属性の片手剣にしたわ。オーブロイってブレスはやばいよ。え、かけろ、大丈夫か、刀折れた。あー、顔面が見える。なんか思ったよりオカマ調な見た目だったな。刀折れるだけで済んだん。守り抜きます、よもぎ殿。こたびも必ず、そしてこれから先も。いいですの。あ、ちげ、うつしのあれ双剣かな。普通に確か写しって双剣メインだよね。あれ、いやでも体験っぽく見えるな。体験で行くの、もしかして体験だこいつ。お前の体験見たことねえ俺。つかムービー長くないか。ようやくスタートかな。写しの声がちょっとイケボなんだが、今回いいね。塗り壁まで設置してあるのいいね。ワンパンで殺しちゃうよーっていう運営からの宣言なわけでしょ。激アツだよ。ちょっと方向早いって君、せっかちなんだから。あ、いきなりブレス、めちゃくちゃせっかちね君ね、やめてほしいわ。これあれだな、別に
虫取っとくか。投げナイフをセットしとく必要。うわーい、ちょっとまあまあバックしながらプレス打つのやめましょうよ。僕の昇竜劇が無駄死にじゃないですか。別に無駄死に、死にっておかしいな。待って、またブレスだ。水ブレスあんまり広がんないのかな。いてー、なんだ今のうーって溜めてる動作は、その横回転しますよーの予備動作か。結構ね、昔からこの、ま、技のモーションが遅くて分かりづらいモンスターだったとは思うけど、まあでも昔のモンスターってね、結局攻撃力はまあまあ、いやーちょっと投げ払い早くない？攻撃力まあまあで体力が高いから昔は補充できないから強いよねタイプだったろうけど、今回はね多分火力もりもり、技もバリエーション豊富って感じで攻めてくるでしょう。よい、え、今のダメ？全然昇竜劇さすがにできないな。普通にあれでくればよかったかな。もう一個のなんだっけ、名前忘れたわもう一個の名前、風車か、風車で来てもよかったかもな。あー、そこで当たり判定あるんだ。割と全身に当たり判定たっぷり、ガノトトススタイルじゃないですか。ガノトトス判定たっぷりとは違うけど、痛いな。ちょっと魚食っとくか一応ね。いちいち回復するのめんどいしね。せえ、頭壊れた、早すぎる。やっぱカムラの里のハンター火力が高すぎるよな。ふわーらーい、スタン入っている、いいね。ちなみに竜属性が多分こいつ弱点なのだが、おい、なんで外れた今の。竜属性武器はね、怪異拡張がね、怪異錬成がね全く進んでなかったから致し方なく爆破属性、無属性のタッチで片剣できたんだけど、ね、こいつ多分ね雷とか火は絶対効かない、絶対使う、あんまり効かないんだよね。で、なんだったらムービーで雷使ってたから、こいつ自身に水属性だけじゃなくて雷属性が付与されてるっぽいから、まあ雷は効かんでしょうな。あ、何やってんの俺。ちなみに水属性マイナス20だったから、お団子でまあそれは打ち消してきたんだけど、ぶね、雷はねマイナス4のまんまだからしょっちゅう痛いんだよね。あまり食らいたくはない。やっちまったか、合心ナイス。つか、そう、合心ね、レベル1とレベル2でそのダメージの軽減率全然違ってくるね。俺レベル1で十分やろ、レベル2なんていらへんのやーと思ってたけど、使ってみたらダメージの差えぐくてビビったって俺が勝手に思ってるだけかもしれんけど、実はそんなに変わんないよーとかガチレス伝えたら泣くわ。ガチレスキボンヌ、キボンヌって求めてるな何言ってんだ俺は。天天虫届いてないよー。これはつか、この大掛り虫は何これ。あ、あれか、あのムービーでさ、真上にピョーン飛んでたやつあるじゃん。受け身取ってこれして、これで、うん、このぐるぐるそんなに避けづらいですかね。これ多分真上に飛ぶやつでしょ。ムービーでピョーン飛んでたから、はい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 、もう飛び上がるだけ。途中でその地面をバラッてやる攻撃があるってことかな、ね、痛い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 でござる、故障でござる。それは、あ、ダイソンですか。あ、大砲じゃないですか。そういえば昔も大砲とかありましたね。弾のさ飛ぶ角度まっすぐすぎん、大砲の。お、そっち、あっち、投げ払いブレスだ。なるほど、十字ではない普通の横投げ30度。満足感が発動してくさそう、1スローが1個だけ余っててマジでつけるもんなかったから満足感つけたんよねこれは、あー、ぐるっと1回転、猫式兵器流走いいですね。あれ、お、打つし、お前ムービー体験だったのに双剣使ってねお前双剣使ってるやん、ここ爆弾昇竜でよかったですやん、頭動きすぎですやん。ねえ、ジャストラッシュがちょうど入らないダウン時間やめよう。乱流の重強格、なんだそれは、お怒りモード。ここからが本番ってわけだね。かっこつけてんじゃねえよ。それは、ああ、雷落とし。お前さ、キリンさんの立つ瀬がないでしょうが。何それ何それ何それ。おっと、これは、はい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 、お前さ、風神流雷神流の気持ち考えたことある。なんだったらさ、初期からいる風を操るモンスターのクシャルダオラ君の気持ち考えたことある君。
というさ、わざ似てる系かぶってる系の気持ちを考えなさいよ。これはなんだ、やばいやばい、クシャルダウラーやないかい。二連撃の後特にない、わ広がりもしない、横ブレオンリー、オーケー。三つ虫の回復量ちっちゃ三つ虫あんだけしか回復しないんだな。それはなんだ、あーまた雷ブレードだ。その後叩きつけ V 字じゃない、水ブレス、水爆弾一発、二発、オーケー。ちょっと攻撃が激しくなってきましたよ。さすがに雷属性まあダメージ入るんだが、お供のブンドリー、そんなことしてる。おい写し、お前何やってんねん。これダウンした時ってもう粉塵意味ない、意味ないな。でも回復ちょっと早まるか。写しを起こしてあげたくはあるがと思ってたら結構早めに起き上がったわ。やっぱあれだな、粉塵使うとまあ起き上がるの早いな。ちょっと魚食おう魚。やっぱね、自動回復は全てを解決する。これはなんだ、あー雷落とし、範囲攻撃からのブレス一発だけかい。ん、あー雷ブレードドライ、やばい、ちょっと痛すぎる。お無限の時間の、なんだそれ、なんだそれお前ちょっと待って、回復が間に合う。危ねえ、飛躍ってすげえ、人類の発明素晴らしい。いやつかさ、今のは何、あのダブルトルネードみたいな、ツイントルネードかっこよすぎね。あまりにもイケメンすぎ。水やられ、ナイス。お友ちゃん優秀だね。マジ猫さ、いろんな状態異常にしてくれるのめっちゃありがたすぎ。これダウンきた、ダウンじゃねえわ全然。雷ブレードはあかんよ、痛いからね。てかさ、こいつ顔面ちょっと高いのをやめませんか。当たってるんだけど当たってる感がしない。ボラー、その回転切り見切ったぞ。ダウンかい、そのダウンじゃないの、ちょっとひるむだけ。いやダウンくせえな、これダウンなのかひるみなのかようわからん。ひるみが長えだけか、大ブスだから。合身使っちゃった、でも合身使ってなんぼ。やばい、一発で終わらないなこれ。なんだ、お、なんか猫がダウンさせた。お前神かよ、虫がかりし、昇進して使わそう。スタン2回目取れませんか、僕のフリークエストのためにスタン2回目入ってくれませんか。ほらほら、クソ、おっと、なんだなんだ、やばい雰囲気。大かけり虫で上空へ、そのまま上空にとどまって回避だ。なるほど、これの時にこの垂直大かけり虫を使うと、フェラー早がけして空中停止ね。 OK、 これ時間足りる、終わったね。俺が見る前に終わらんといてくれるかな君。ちょっと早いよ、もうちょっとさ、こっちの見たい欲をさ感じてくれないか。つか俺もう虫全部使った、ここ置いてるのなんもないな。ここもう一旦モンショと一目ラブ、一目ラブでもワンチャンの大技避けれる。一目ラブの上昇量で足りるか。やっちまったー、でも耐えられる、俺は長男だから。いや末っ子なんですけど。お腕破壊、欲膜壊れたね。爆破も発動して気持ちがいいよ。完璧だぞマナ弟子、これやばいっす先輩。どこ、僕あー、いやーじっくりたっぷりねっぷり倒してーなー、技をなんかしっかり見ながら味わいながら倒してーなーと思ってたけど、なんだかんだもう10分か。そろそろ討伐させてほしい。まだ弱りはしないもんなー。結構やっぱ体力硬いな、マスターランク10だから弱いんじゃねってちょっと。バババババババーン、マスターランク10からだから実はそんな強くなくて、イベルカーナみたいにクソ雑魚タイプで、まあもう片方の開国服が本番でしょうよって思ったけど、こいつ全然強えわ。本当にマスターランク10のプレイヤーに倒させる気あるって感じではある。まあでもマスターランク10とはいえ結構強い装備作れるから、今はもうそれでも装備的には十分ですよっていう認識なのでしょう。しっぽ気配、マナ弟子俺に考えろよ。何、おっと十字ブレス来る、いやー縦2連だ、
この気配なんだって、何あれ、何が起こるの。どうせあれでしょ、フィオレーネみたいにお前も縦殴りでボーンみたいなのやるでしょ。これは方向、あ、え、あ、こいつ顎から方向スタイル、腹から方向と顎から方向の2種類いるからな、こいつ。これはやばすぎ、悪っちゅう。この後なんだっけ、あれ、あれの後別に確定技とかないのか。お、え、そんな尻尾ドロロンってさっきやってたっけ。初見、ひるみね、ちょ、届かない届かない、絶妙に頭が動きすぎて、あー、技が全然使ってるって。片手剣の情報リーチ望む。やばいやばいやばい、やばくない、これの広がり遅いな、全然間に合う。おっと、それ見えない中からの水ボム、さすがにチート、ちょっとずるいです。あ、総流連れてきた、もしや。誰を連れてきた、風神流、いぶしまきひこ、なわけはない。待たせたね、この子に協力してもらって奥の手を使うよ。誰だ、ラーラ、なんだっけ、名前忘れた、ジンオーガージンオーガじゃ格が足りないだろう。でもこれジンオーガのリベンジマッチなんですよね。ジンオーガの住処を天妻ガスに奪われて、ジンオーガはこう人里に降りてきちゃったみたいな設定だったから、ジンオーガここに来てリベンジマッチ、え、主ジンオーガ、なるほどね、いぶしまきひこたちの力を浴びた強力な個体で歯向かっていくと、まさかの主モンスターに初ライド、これ激アツですよ。いや、これ運営やってくれてるわ、ちょ、かっこよすぎだろ、燃えるねこれね。主陣王の総流一発200か、まあ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 って感じなんですよ。強攻撃は396、実質400、後ろ強はブライ392、前強でいいな。これでも雷やられになってくれるとありがたいんだけど、つか総流溜まるの、ゲージが溜まるの超遅いわ。たくさんこれで殴ってねーっていう運営の、こいつを楽しんでくれよっていうあれを感じるね。めっちゃ殴りづらいこの子。あ、やべえ、総流のあれが溜まってないが、このまま連撃12で終わり。あと一発いける、あと一発いける。オッケー、じゃあ大技見せてもらおうか。え、つかさ、ここで陣王が連れてくんのはさ、あまりにもね、男の子の気持ち分かってるわ、開発くん。おお、いいですね、恨み大爆発、熱いぜこいつは。あー、爆弾がもう大樽しかないが構わんよと。スタン2回目いけない、俺の振り食えのためにスタンされてくれ。なんでかけり虫変えた、やめて、あっぶねー。まあでも多分今のイベント総流があったってことは、そこそこ後半の体力になってるんじゃない。待って、雷落としとブレード同時はまずいって、僕マイナス4ですから、耐性が、やっちゃった、危ないな。その鳥の足みたいな VG2 連発はちょっとね、めっちゃ避けづらいんだよね。回避した方向に、ああ新しいの生み出されてるってなっちゃうから、ね、頭が、頭が高いぞ貴様。あ、届かない、待ってください。なんだこれは、クシャルのトルネードだ、あれだよね、ん、なんですかそれ、なんですかそれ、やばい。え、今のなんか避ける方法あるかな。つか落とし物すごー、いにしえの流飛砲はいらんねんな、ポイント余っとるって。あ、無限の力のツインサイクローン、ツインツイスターと言った方がよかったか。あぶねー、だからさ、そう、見えない中からの新しい攻撃、ずるいよね。お前ら CPU だから視界の良好さとか関係ないよっていう顔してさ、こっちはすげえ関係あるんだよ。なんで僕あれしたの、待って、弱ってる弱ってる、いいよそんまま、ジャストラッシュで気持ちよく終わらせてくれまいか。くれないな、用具生物、ほらー、終われー、終わらんかい。つか、あの大技1回だけかな、もう1回ぐらいやってきてくれてもいい気がするけど、もう1回かけり虫で俺大空に羽ばたきて、やべ、
二連よ。ちょっと手斧爆発くらいや。600ダメージ、美味しすぎ。日の江美乃との日の江美乃と日の江うつしのバフがあったら700、800いくのにな。これの後なんだっけ、確定ないか。水ボム、待って、ブレードやばい。ブレード、もうブレード撃つし、深くてこの激アツのタイミングで落ちるのはなんかダサいからやめてほしいわ。せめてもうちょっと前に死んでこの激アツのタイミングで復活してほしかったぜ。このよろけてる間マジでね、頭高すぎ、ふざけんな。いや結構時間かかっちゃったね。いやでもおもろいぜ貴様、イベルカーナとは大違いだ。90秒、あ、そっか、こいつたくさんあれできんのか、剥ぎ取りできんのか。あーで、やっぱその演出なんだね。この演出いつまでも擦るだろうな。言わせてくれるかい、君は俺の誇りだよ、マナ弟子。照れちゃうな師匠。てかさ、何このソロ討伐じゃなくてうつしが一緒ってのがさ、個人的にめっちゃ胸熱だわ。あれつかさ、アイテムのゲットするときの音がさ、ポータブルサードの音になってる今。トゥ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 っていうその音、なんかサンブレックあんな音入んないよね。すごいね。まあまあなんかファンサービスが過ぎるんじゃないの。眩しい。まあそれほど特殊な素材とか報酬はなさそうかな。いたって普通だね。雨妻ガツチの素材から作られる武器は鉄柱式の威力が上昇する。え、いいね、素晴らしい。じゃあお待つかね、武器防具タイムだ。乱流派生ドゥン。え、ダッセダッセ、もうでも攻撃力360、ソロなしマイナス25の水ちょっと紫あり。あー、どうなんだろうな。わかんねえこれ。でも百竜装飾品サンスローなこと考えたら、マイナス25を差し置いてもこいつの方が火力伸びそうな気もするけど、どうだろうな。スロット1個でもあったら嬉しかったんだけどね。さあ防具はいかが、好転。え、43スロット回避5、441スロット転移無法の超回心、441の転移無法の力の解放、43の力の解放4、44の転移無法の超回心に。ふざけてるな。転移無法、大型モンスターの狩猟中ダメージを受けない状態を続けると効果発動、大型モンスターから大きく離れたい吹き飛ぶ攻撃を受けると効果解除、効果発動中スタミナ消費軽減と一度だけダメージ軽減効果を得る、早替えを行うと切れ味回復、弾装填。バカか。レベル3だと切れ味消費無効の効果を得る、早替えで状態上回復。面白いじゃないか君。いや、じゃあこの装備を考えるとめちゃくちゃ強いかもしれん、あの武器も。お、マーカ錬金も解放されましたぜ。装飾品はね、装填2、挑戦2、人輪2、干渉1が出てたわ。で、百竜装飾品も言ってたが、めっちゃ増えてる。乱手専用ガードバッシュのスキルを武器に付与する。ガードで大きくのけぞらなかった時モンスターに打撃ダメージ強っ。総中根専用スタミナ消費が増える前に攻撃上昇、鬼人強装、お、え、双剣2つ目、鬼人強化中に攻撃ヒットした際ごく短い時間鬼人化によるスタミナ消費を無効化する。おお、ハンマー専用ため攻撃ヒットし傷を誘発、あ、スタンチ上昇、剣3、クエスト時間の経過によって攻撃と防御が上昇する。20分経過時に上昇量が最大。かけり虫効果持続、野生のかけり虫の使用可能時間が30秒長くなる。あー強い。おい、片手剣は、片手剣専用はないんか。